はいどうも、よしきんでーす。いやー、ついに発売されましたよ。ここ最近のガチャだけでね、もう これだけは本当に楽しみしてまして、ね。それが、ユーマソフビコレクション。ユーマって何？ユーマってあれやんか。あ、顔通かな、うん。ユーマはあれ、これこれ。宇宙人とか言ったらこういうの好きな。あ、どういう？うん。そういうのが宇宙人。そうそうそう。ね。はい、宇宙人。これね、ユーマソフビコレクションはこれ絶対買っといた方がいい。こういった都市伝説系のね、こういったやつってね、結構ね、後から高くなったりもするしね。ね、これ本当に大人気商品ですよ。もう特にほら、フラッドズモンスター最高、モスマンもいるし、ビッグフットもいるし、土の子チュパカブラスもいるし、チュパカブラもいるし、ね。これ、ね、全5種類、300円。これね、今回に関しましては、もう全種類欲しいんですよ。本当に。かっこいいから。でね、こういう全種類欲しいからね、もうね、買っちゃいました、俺、通販で。全種類セット、コンプリートセット。コンプリートしてるやつ買っちゃいましたよ。お値段1700円。ね、1個300円で5個で1500円で、送料込み1700円なんで、これはもう、そう込みでも別にね、これ買った方がいいかなと思ってもう、ね。基本的に俺ガチャっていうのは、ね、回すのに楽しみだから、回すのが楽しみだから、ガチャガチャを、こう。それが楽しみだから、買わなかったんですよ、コンプセットとか基本的にはね。ただ今回に関してはもう本当に、買わないわけにはいかない、これ。え？そんな買いますよ。全種セット欲しいもん。ねえ。まあ、これがね、タグでーす。はい。いくよー。まずどれから紹介しよっかな、うん。全部開けるからね。やっぱり、他のゲームが来たら。あかんぞ！一日でゲームをコロコロ変えるのは。なんで？決定やから。はい。でも本当は、このゲーム、はい、第1位、バチに来たかった。はい、チュパカブラ。首が回るという。これ、もともと。ライブは動画最初やぞ、やったとき。あ、動画最初喋った。やめた。あ、消そう。いや。動画最初、ダメ。やってるから、これ。忙しいから、仕事ですよ。首が回る。あー、これ、チュパカブラの首が回るのはすごいな。チュパカブラってなんかこういう向きじゃん。あー、これは小さいけど、クオリティ高いわ。クオリティ高いわ、ほら。はい、チュパカブラ最高。次は、ビッグフットにしようかな。よし。ビッグフットでーす。ね。はーい。ビッグフットも、まあ、首曲がるんだよ。どっち向きはこうやな。あー、このポーズですよ。これ。首がちゃんと曲がるのがいい、回るのがいいわ。ね。ああ、このポーズだな。間違いない。これ。ちょっとボケてよいけど。なんか YouTube が、YouTube が書いてもいいけど、その後ゲームはあかんで。しかも音出したらあかんからな。もう音閉じちゃうのか。うん。つい、はい。ああ、いいね。これもいいわ。モスマン。モスマンね。ほら、モスマンいいよ。で、ちょっとね、塗ってあるんですよね。メタリックになってる、ちょっと。ほら。はい、モスマン。ね。いいよ、いいよ。はい、次。よし。次は、皆さんが大好きな、ツチノコでーす。ツチノコも、首が、これ首がね、これ回ると回らないので全然違うからね。これ1個300円で首も回るって。これはほんで、ちゃんと塗ってくれてるからね、ちゃんと。ねえ。ほら。これ最高やな、これ。もう最高ですよ。最高。そしてラスト。これが今回の主役ですよ。これは本当に。うわー、最高に。うわー。
フラットズモンスター。うわー、これ最高。塗りも最高。これちゃんとメタリックになっててね、本当にロボットっぽさを出してるね。これ、最高やな、フラットズモンスター。回るしね、首も。うわ、これ最高やわ。いやいや、マジでマジで。いやいや、これ最高ですね。何が最高かというと、ね、この黒の部分が素体なんですけど、ツヤ消し。ね、テカテカしてないけど、この顔の部分とか、この服の部分はメタリックにしてテカッとしてるんですよね。で、首も回るでしょ？これ最高っすわ。これはもう本当に、あー、2セット買ったらよかった。2セット買ったらよかったわ。これ最高ですね。いやいや、マジでマジで。これめちゃくちゃすごい。いや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 、こんなにクオリティの高いフラッドオッズモンスターのミニフィギュア、今まで見たことないわ。ね、チョコベイダーのね、こういうやつとか、ホビージャパンかなんかをね、付録みたいなフラッドオッズモンスターとかね、なんかあったような気がするんですよ、今まで何回か。でも、過去一です。今まで見たフラッドオッズモンスターの中で、一番いい。ね。ユーマオタクもね、もう大満足な。ユーマじゃないけどね、こう宇宙人だけど。うわぁ、これ最高だわー。これほんと最高。勝った方がいいよ。マジで。で、今回ね、少しの興味ある方はね、通販で買った方がいいよ。通販で。ね。全、コンプリートセット買った方がいい。もうこんなん。やったー。フラットオッズモンスター。フラットオッズモンスターだけで2体3体欲しかったなー。こう並べてね。いやー、これ最高やわ。間違いない。間違いないからね。絶対買った方がいい。ね。ありがとうございます。ね、こんな素晴らしいものを作っていただいてありがとうございます。メーカーさんどこ？メーカーさんは、タカラトミー。タカラトミー。ね。なんで2回言うとかわかんないけど。いやー、タカラトミー最高っすね。ありがとうございます。ね。いやー、シリーズ化してほしいね。ネッシーとかさ、今までのユーマの、ほらもう、スカイフィッシュとかさ、ね。いろんなものをこのシリーズ化してほしい。もうクオリティ最高。タカラトミーのアンケートに書こう。素晴らしい作品ありがとうございます。次回はネッシー、ね。ネッシーなどもお願いしますと。ネッシーとかグレイとかね。いやー、最高でしたね。今までこのガチャの紹介してて、ね、心から最高って言えるものってなかなかなかったけど、これ最高です。最高ですかーってね。いや、もう、そうです、そうです。なんか変なこと言っちゃったけど。はい。はい、最高でした。ありがとうございまーす。以上、ヨシキンでしたー。バイバーイ。